大島町は、東京都の東諸部に位置する町。伊豆諸島の北端にある伊豆大島全域を町域とし、所属する軍はなく、東京都大島城が正式な表記である。三原山、椿、安子山で知られる。気候は温暖であり、年間平均気温は、摂氏15.8度。大島町が属する東部選挙区から選出される、東京都議会議員の定数は1議席である。 東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は、東京都選挙区の項を参照のこと。大島町は、北から千頭岡田、元町、の像、佐紀地、羽生港の6集落からなるが、北の山、眩し下地を一つの地域とみなすこともある。また、島内を南部と北部に2分する表現が用いられることもある。その場合、佐紀地より南が、 南部に入ることは間違いないが、眩し地区がどちらに入るかは明確ではない。カルデラ式火山である三原山の外林山から内側がどの集落に属するのかは明確にされていない。外林山にある大島温泉ホテルは、千頭あ小積城、バス停終点付近にある歌の茶屋付近は、正式には元町あざに千坪山だが、 俗称元町寺教端が使われることもある。しかし、その付近の一部区域は、のぞに属するところもある。元町港岡田港羽部港かつては全日本空輸が東京国際空港とを結ぶ便を運航していた。YS-11 の大駅による小型ジェット機への機材転換が必要となり、2002年に小型ジェット機が離着陸可能な滑走路長1800メートルに、 延長された。しかし、観光客の減少、高速船の運行等により、乗客数を確保できなくなり、2009年10月からは、ボンバルディアダッシュ89300型機での1日1便運行となった。その後同機材の退役により、2014年3月30日から、再度、 ボーイング737から700によるジェット化がなされたが2015年10月24日をもって廃止された。町内に国道はない。七島信用組合本店観光業と農業、漁業、畜産が柱であるが高齢化や人口減少のためいずれも衰退傾向にある。突起のない店舗は店舗名と同名の住所に所在。 地層切断面椿の散歩道郷土資料館の敷地にある伝統的な民家。ありがとうございます。